大谷翔平へのストライク判定で話題に、ハンター・ウェンデルステッド審判。球審の判定を評価する大手サイト、アンパイアースコアーカーズ昨日の成績を公表。0.84 点ジャイアンツ寄りの判定、正確性は平均よりも 0.8% マイナス。表を確認する限り、第2打席は正しい。一方第4打席は誤審。これはちょっとあまりにも、こんなもんなのか。この審判はブラックリスト入りやろ。2009年の WBC でもやらかしてた。批判殺到だったウェンデルステッド球審、そこまでひどくなかった。思ったよりひどくなくて草、もっともっと悲惨だと思ってた。2ストライクの時に限ってボールをストライクにされたのはおかしかった。一貫性がなくてドジャースに不利な判定が多かったからスミスは怒ってた。やっぱりなぁ、偏ってはいないってポストも見かけたけど、こちらの方が信用度高いかな。審判も人の子やし間違いはあって当然、でもアウトに関係する直結する誤審にはチャレンジ制度がないと不公平やと思う。最初の三振は真ん中低めのボールをストライクといったのが抜けてる気もするけど、それより審判の平均よりは高い精度だった試合みたい。ストライクの正確性は 91% なんか。もっとひどかったイメージしか残っていない。今日のドジャースの球審は正確性で言えば平均より上だけど、ジャイアンツよりなのは確かみたいやな。思ったほどはひどくなかった。でもこの審判先月3分の1ミスってるやん。そんなひどないやん。全体的には悪くはないけど、大谷に対する7回の見逃し三振のインパクトは大きかったな。大谷への判定が衝撃的やったよな。平均より上なのかもしれんけど、明らかに大谷への判定はひどかった。こんなもんなんやな。正確性は高いのかもしれんけど、偏った判定をしてるのも確かなんだよな。判定はしっかりやってるけど、ここぞって時に自分の意思を入れて決定してるんちゃうか。まあそれでも昨日の大谷への判定はどう考えてもストライクやったけどな。それでも大事な場面で誤審されたらたまらんわ。